皆さんこんにちは、京子です。今日のビデオは三重県いなべ市にある桑光夢鉄道のご紹介です。桑光夢鉄道は三岐鉄道三岐線の終点西藤原にあるので、まずは近鉄富田から三岐線に乗ります。この日乗車した電車は元西武鉄道の車両でした。駅には北西線から来られる方のために徒歩乗り換え用の地図が貼ってありました。電車で約50分で終点西藤原に着きます。西藤原駅には三岐鉄道創業時に活躍した車両、蒸気機関車の E102、ディーゼル機関車の DB25、そして汽車訪問時には電気機関車の ED500 が保存されていましたが、この車両は解体されて今は別の機関車が保存されているようです。桑光夢鉄道はヒューウィステリア鉄道から桑名工業高等学校機械系電気系の先生と生徒によって引き継がれ運営されています。運転車両は電気機関車と蒸気機関車と客車です。ただし最近は例の感染症の影響でオープンできない日々が続いているようです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。